埼玉スーパーアリーナでライブをね、WS 大盛りでやったばっかりということで、もう行ってきて行ってきての繰り返しで大変ですね。아니요뭐워낙여러분들자주보는거니까좋았어요여행다니는느낌まあ、今日はですね、この OST の中からの一曲という形で、 OST アーティストという形でヨンセンさんソロでご紹介しているわけなんですけれども、ソロでも結構その OST に参加していらっしゃったりとかで活動してるじゃないですか。やっぱりこうメンバーがいるといないのとでは全然違いますか？아오늘처음으로이렇게혼자와서이렇게무대를서봤는데항상이렇게다섯이서다니다가혼자오게되니까굉장히떨리네요노래부르면서너무긴장을많이해갖고네그래서그냥많이웃었어요긴장을감추려고아네되게힘든데만약에 슬픈발라드를부르는데제가웃고있으면요아저친구긴장했구나라고생각하시면될것같아요わかりやすいですね、一つシグナルを教えてくださいましたが、それでもねちょっと気になることがありまして、 WS501 のアルバムいつ出るのかなっていうですね。あーね원래5월1일날나오는게예정이었었는데5月1日ね약간미뤄지게돼서근데5월달안으로볼수있을것같아요아한국사람들도많이오셨네요아닌가요한국の方ももちろんいらっしゃいますけれども韓国語わかってる日本の方も多いですから最近は아もうヨンセンさんのために覚えてますからそういう時盛り上がるでしょはい すいませんそこまで訳さなくても大丈夫ですのでさあということでねアルバム楽しみにしてほしいと思いますが、まあ、シンガーソングライターとしても今曲作りもね必死にやってるヨンセンさんでございますんでこれからもソロでの活動も期待しておりますんで頑張ってくださいはいありがとうございますじゃあ最後にですね今日お越しいただきました方へのメッセージをお願いできますかで、ドラマを通して이렇게오게되었는데요다음에또이제 WS501 이라는이름으로또일본에조만간찾아뵐거고요그리고크리스마스눈이올까요많이많이사랑해주세요あの夕焼け雲この街を染め今二つの影僕は近づける言葉は言わないね重なる
기모지 でした。皆さん温かい拍手を。四千さん、ねえ、大変な騒ぎになっておりますが、はい、せっかくですから、はい、今日一言ずつ、はい、イベントに参加してみての感想を伺っていきましょうかね。はい、では小見さんからお願いいたします。はい、では四千さん、お願いします。처음으로갖는혼자무대라긴장을많이했는데요정말그래도너무즐거운무대였고또다같이일어나서이렇게같이호응해주고너무즐거운무대였습니다잊지못할무대가될것같고네조심히들어가세요좋은노래들려주러오신우리환희군거미양그리고영생군정말 정말 、네、정말정말고마웠고요고맙고요그리고이즐거운자리를만들어주신우리 KNTV 관계자여러분들그리고함께하신여러분들정말아주많이고맙습니다감사합니다ありがとうございました。ありがとうございます。ドラマ、クリスマスに雪は降るのでとても象徴的なシーンとして、皆さんに記憶されているものといえば紙飛行機なんですけども、はい、皆さん入場の際にお配りしたエコバッグの中にそうです紙飛行機が入っていますよね。古谷さんのせーので飛ばしていただきたいと思いますが、さあそれでは行きましょうか。やっぱりここは韓国語で花とせで行きましょうかね。さあ皆さん準備は整いましたか。いいですか。はい、
行きますよ。せーの、하나、둘、셋、どうぞ。